画面撮ってます。レディーゴー、撮ってるらしい。なぜ、あ、しもべの応援をしなくてよいんですか。しもべ頑張れと書いております。しもべ超ナックルに苦しむ。岩尾さんはもう固い立ち回りがまああれなんですが、しもべはどう崩していくか、比較的ローリスクな行動をこう取っていくんで、しもべ立ち火しか振りません。こういうのを教えてきたんですか。ガーキャンしっかり切り返す。なかなか荒らせませんね。しもべはなかなか荒らせません。岩尾さんの固い立ち回り。カイザーウェーブ開幕。しもべ、しもべソバット出せる。しもべはソバットから出せるぞ。足払い食らってしまう。ソバット、この技何でもあり。おお、これはソバット立ち打ったし、久しい光景暴れていく。ソバット、ソバット、ソバット、ソバット投げる。ガーキャンで、ソバット、さすがのクラウザー。しもべの立ち回り、これがしもべの立ち回り。さあしもべクラウザー、しもべが追い込む。岩尾さんさばけるか、このノリノリのしもべクラウザーをさばけるか。追い込んでいくな、しもべ。裏山崎どうする。ジャンプ飛ばし、ウッドバスバット、足払い、キャラ対策はしっかりしてますね。倍返しで返す、ガード、しもべ知ってたのか。しゃがみ、しゃがみ、エビ使い返して削っている。しもべは画面を見ていない、しもべは画面を見ていないんです。しもべ大将は裏クリスですね。しゃがんでます。しもべはよくしゃがむ。打ち切る、半角なし。岩尾さんゲージ4本ですね。ここで暗読み、ジャンプ飛ばし、逃げジャンプ見、飛び込み通してマックス下ろし投げ。おお、ドリル、あ、連打が足りなかった。しもべ、しもべ立ち回ってる振り、始まる。あ、やっぱり入らせ、突っ込む、入らせ、ガーキャンで切り返して、ジャンプミ、入らせ、アドバイスを受けて早出し勝利。ここはしっかりガード。え、ラッシャー、マリちゃん、どっちが勝ちました。ラッシャー、無敵の竜対核、無敵の竜対核、無敵の竜対核。え、核さんいますか。核さん、え、こっち側で、え、無敵の竜対核で、え、アナキンバスケ部は次ですかね。アナキンバスケ部、はい。え、じゃあ全体ポンザマンは、キャットさんとヨリさん、キャットさんとヨリさんいますか。キャットさんとヨリさん、キャットさんとヨリさんは OK ですか。
いだ。ごめんなさい、真ん中業態ですね。一品側お願いします。はい、負けてもね、考えて一回通らなきゃいけないんで。ちょっと待ってください。あ、同時にやってるの。じゃあ始めますんで、奥は、ゼンさんとポンザマン。ゼンさんとポンザマン。ポンザマン。あ、いた、試合です。試合です。で、ゼンさんあっち側で、奥で。じゃあ、始めてください。メインモニターに映ってるのは、あ、日本代表の人じゃないですか。日本だ、あれあれ、日本のエキストラ、日本のエキストラ、俺は日本のエキストラやと。おめえら知ってるかって、お、ワイが日本のエキストラなんやて。ちなみにあのこの二人組ませると結構大変なことになるんで、もう気をつけてくださいね。なんだかんだ言って僕元相方なんで、デュエルのこの前の、はい。まあでも相手の勝ちさん昨日個人戦ベスト8の、まあ猛者なので、どうなるかと。下火、立ち火、昇竜。このなんか独特の指さばき。この後方剣打つ時の、このかっこいい指さばきが、無敵の竜の特徴。冷え疾風かく、なんかひよってるぞ、勝さん。あ、昇竜が出ない。かわいい日本代表。ここで無敵の親しい貢献、空中貢献。ここで発動コンボが届かない。昇竜拳、あー、危険疾風かけていきなり突っ込んでいく、いきなり突っ込んでいく。あ、キムカッパンと両坂崎、裏両対キム、裏両対キム、ハスミどうなのこれ。キムやりやすいのやりにくいの。あー、あー、結構やりにくいと。なるほど。危険疾風角ジャック発動して、無敵の竜が完全にペースを握っている。これが昨日1回戦負けだったのは何だったんでしょうか。昨日藤島さんに負けたようで、まあ、今日は雪辱戦ということでかなり気合が入っている無敵の竜。だけど、あの、昨日、カキさん、裏マリーでめっちゃ頑張ってたんで、ありますよ。さあ、無敵の竜、冴えてる。無敵の竜、今日は冴えているぞ。もう完全にいじりモード入ってます。ここで、禁止。ちょっとカキさんが、この無敵の竜のノリノリプレイにひよってますね、完全に。お、投げて。発動か？いかない。刺激、ジャンプ2から投げる、投げ暴れ、青昇降拳。なんか今台だったら確定してたんじゃないのかという。 OK、 イエロー、無敵の竜勝ったのは無敵の竜。